抽出する前に豆を引くっていうのが深入りの場合は低めがいいんですよ、はい、時間をスタートさせてまず蒸らしをするんですけど、はい、まあ、豆の量の2倍ぐらい深入りで新鮮ですとこう膨らめますので自分なんかこの音も好きなんですよ。ちょろちょろちょろって3分から3分半ぐらい目指したいですね、はい、おもてなしの気持ちで、うん、はい、はい、どうも皆さんこんにちは、ケンユウです。今日はですね、沖縄県うるま市のディライトファーム松田達夫さんのところに遊びに来ました。こんにちは。こんにちは、達夫さんです。今日もよろしくお願いします、はい、今日もよろしくお願いします。まあ、うるま市の方で、はい、コーヒーの生産販売をしてると、でさらに豆を抽出してコーヒーでお出しすると、はい、こういうコーヒースタンドも、ご経営されております、はい、今日はですね、なんと達夫さんに、初心者必見のコーヒーの入れ方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうやり方がわからない。あ、そうです。入れ方がちょ教えてほしいです。初心者代表として、もう本当に最初からわからないんですけど、はい、どういうふうに今ここでお見せする入れ方っていうのは、まあちゃんとお伝えするんですけども、僕たちが持ってる抽出器具を皆さんが持ってない可能性もよくあるので、まあない場合はだいたいこんな時間帯こんな温度帯っていうのをなんとなく覚えていただいて、はい、それに近づけるような感じでやっていただければいいと思います、うん、なるほどです。で可能であればですね、うん、無理のない範囲で、はい、その器具も揃えていただくと、うん、その再現性の高いコーヒーが抽出できるので、うん、はい、その辺は踏まえて見ていただけるといいなと思います、うん、はい、ありがとうございます。手順と、はい、その手順の中で、生じる、まあ、時間とか、はい、この辺を、あと温度とか、はい、この辺の数字の部分とかも、うん、聞いていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、コーヒーあんまりわからないよっていう方も、はい、チョイスの中で深入りのコーヒーを選ばれると思うんですよ、はい、深入りってなんだっていうと、まあ、コクがあって、はい、苦味のあるコーヒーらしいコーヒーなんですけども、うんうん、じゃあその深入りの入れ方を今日はちょっとやろうかなと思ってます、はい、あ、よかった、深入り大好きです、はい、ありがとうございます。初心者はもう深入り大好き大体、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずですね、うん、まあ、スケール、これ大事なんですね。スケール、はい、なぜかというと、まあ、時間と量を測れるので僕たちにとっては必須なものなんですね。これサーバーとドリッパーって、ね、はい、ドリッパー、あー、見たことある。で、はい、これにこうペーパーをセットしてペーパードリップってことなんですけども、はい、実はこのペーパーをセットするとこから結構大事で、はい、まあ、まず折っていただいてですね、広げてちょっとだけ下、うん、チョンって折って、うんうん、まず置くんですね。今こうふわっと浮いてるじゃないですか。浮いてます。本当だとこうピタッとくっついていたいんですよ、うんうん、これリブって言うんですけど、はい、これを浮かして出すので、これをピタッとセットするとこからまずいきますね。指で下に下げながらやったんですけど、リブにこうちゃんと均等に当たってるような雰囲気ですね。片っぽ浮いてたりするとちょっと抽出にムラができるんで、まあ、器具も温めて。温度差をなくすとかそういった意味合いですか。そうですね。次に、まあ、豆の量とお湯の量をうちのレシピでやりましょうね。はい。深入りの豆を 17g の豆の量に、はい、240ml のお湯を入れますね、うん、はい。はい、17g。 抽出する前に豆を引くっていうのが結構美味しいコーヒーのコツっていうのもありまして、うん、で今まだ豆ですよね。これを今引きますので、こう引いたままで数日、下手すれば1ヶ月とか過ぎてしまうとやっぱり酸化してしまうので、うん、まあ、保管方法にもよりますけど、基本的には抽出する前に引いてほしいなと思います。わかりました。じゃあちょっと引いてみます。はい、お願いします。お湯もですね、僕たちは先に入れちゃうんです、はい、まあ、ゼロにセットして弱火でクツクツだったので240、まあそうですね、はい、今ここに移しただけで91、2度ぐらいになってる
でこう準備してる間に90度以下になってくるので、はい、ちょっとやっていきますね。はい、何度がいいんですか、この注ぐ時の温度は。いい質問ですね。深入りの場合は低めがいいんですよ、はい、低め、はい、なので今ゆっくりあの先にお湯入れて、うん、これから準備してっていう間にこう90度以下に下がっていくんですね。で朝入りだともうこのここに入れた時点ですぐ入れ始めますね。90度ちょっとぐらいで入れたいの で、はい、今もうすでに結構細かいこと言ってるじゃないですかなのであの結構初心者の方だとうわめんどくせえってなってる可能性もあるんですけど、まあ、基本的にはこんな感じでやってたぐらいでまず覚えていただいて慣れてくるとこう再現性も高まりますし、うん、分かりました。ちょっと入れます、はい。であのここでちょっと大切なのが、はい、ここ豆をちょっと平らにするってことですね。はい、ゼロにしてこれ入れるときにですね、はい、時間をスタートさせて。気になる、どうやって入れればいいか分かんないんですよね。あ、はいはい、ね、まず蒸らしをするんですけど、はい、まあ、豆の量の2倍ぐらい、そうですね、さっき16、17とかなので、まあ、30ぐらいでまず1回止めて、はい、まあ、30秒ぐらい蒸らしたら抽出を始めるんですけども、うん、今蒸らしてる状態ですね。今30秒経ったので、うん、まず1投目を入れるんですけど、はい、これをですね、さっき240が総量じゃないですか、はい、半分はいきたいんですよ。120で小さな絵を描いて。めっちゃ綺麗に膨らんでますね。そうですね、あの深入りで新鮮ですとこう膨らめますので、はあ、まあこの入れるのもこう楽しんで入れていただけると嬉しいですね。これも時計回りじゃないですか、これも意味ありますか。祈りを込めて時計回りでよくわかんないけどまあ反対でもいいんですよ、こう反対でもいいんですけど、入れやすい方で。わかりました。自分なんかこの音も好きなんですよ、ちょろちょろちょろって湯面が下がってきたら2投目ですね。残りの半分なので180まで。で次で3投目、最後の240、まあ次切ればそれに近いものになってるので3分から3分半ぐらい目指したいですね、はい、1杯分を注ぐのにだいたい3分ぐらいかけてゆっくり入れていくっていうことですね。そうですね、3分で結構あの入れてみるとあの早いんですよ。あ、そうなんですか。あっという間なんで、あのポンポンポンって落ちてくるのがゆっくりになったじゃないですか、はい、しっかり落とさなくてもいいんですよ、はい、もうこの辺で取っちゃうんですけど、はい、なんでですか。あの時間が経てば経つほどこう雑味が出ると言われてて、お出しするカップももうお湯入れといて温めといくってことですね、はい、せっかくコーヒーなんであのおもてなしの気持ちで、はい、で少しこう泡もちゃんと入れて、わかりました。なるほどですね。どうぞ。めっちゃ美味しそうですね。食レポいいですか。得意の食レポ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、いただきます。いただきます。うん、ああ美味しい。あのそうですね、目指してる、うん、こう飲んでこう透き通ってる、はい、深いですね。美味しい、さすがや。これ文句なし、好みなんでね、はい、あのうちの兄なんかは、うん、とっても濃く飲みたいので、うん、豆の量を多くするか、はい、お湯の量を減らすかっていう感じでこの割合を変えれば濃くもできるので、はい、うんうん、これは決してこう何倍って決まってて正解があるわけじゃなくて、はい、やっぱり好みでどんどん変えていけるし、はい、あと引き目もですね、
粗かったり細引きだったりすることによってまた味わいも変わるので、はい、すいませんちょっと喋りすぎちゃうんですけど、あ、いえいえ全然大丈夫です、嬉しいです。こんなことを言ってたらぐらいで、はい、その難しく考えないでいいんですけど、うん、こう毎日入れる方は気軽にコーヒー入れてください。はい、美味しいっす、はい、うん、深入り。酸味とかよりもやっぱ苦味とかコク、ね、コクっていうのかな、そうですね、濃さがいいですよね、はい、うん、風味があってすっきりマイルドな深入りの特徴なんで、はい、この豆がですね、はい、うん、まあ、それぞれの豆に合った入れ方でいいと思うので、はい、まあ、浅入り深入りいろいろあるんですけども、はい、まあ、好みでですね楽しんでいただけたらなと思いますね、うん、はい、ちょっと器具について少し話していいですか、ね、あ、はいはい、ぜひぜひ。 これ今使ったのがあのハリオの V60 ってやつなんですけど、こう、はい、穴が大きいんですよ、はい、なのでこの自分のその注ぎ方によって早くもできるし、はい、ゆっくりもできるんですけど、はい、こう台形になって穴が1個だったり2個だったり3個だったりするんですけど、はい、穴が1個だと要するに溜まってる時間が長いんですね、はいはい、ここでどう入れようがだいたい落ちる時間が一定で、うん、再現性は高いというか入れやすい器具ではあるんですよ。なんかテクニックがどうこういうよりも、うん、その浸ってる時間がある程度決まってくるっていうので、うんうん、抽出器具によっては向こうの方が、はい、入れやすいかもしれないです、ね、あ、初心者さんが。そうです、なるほどですね。穴が大きいですね。大きいんですよ。僕が持ってるやつ穴が3つか4つぐらいポンって開いてて、はいはい、台形ですか。台形かですかね。再現性で考えると、はい、フレンチプレスっていうのがあって、まあ、お茶でも使ったりするんですけど、はい、豆とお湯の分量が決まってる、はい、あとお湯の温度と抽出時間が決まってたら、これはもう再現性が、はい、ほぼ一定になるので、時間経てばピューって押して注ぐっていうだけなので、はい、あ、そうなんですか。これは結構比較的、うんうん、再現性の高い楽な抽出器具ではありますね、はい、まあ、メリットデメリットはそれぞれあると思うんですけど、うんうん、ペーパーでやると油分が取れるんですけど、これは油分もダイレクトにいくので、はい、うんうん、ちょっと味わい的には、まあ、デメリットとしては雑味が感じやすい、よく言えばこう油分がしっかりっていう感じで、うんうん、まあ、あくまでも好みなんで。勉強になりました。僕とか1分でガーって入れる可能性ゆっくり入れます、はい、うん、まあね、それが好みだったらいいんですよ、はい、別に畑忙しいあなたもちょっと、はい、落ち着いてゆっくりくつろいでください、はい、本当ですね。じゃあ今回はまあ初心者向け、はい、かなり丁寧に聞かせていただきました、まあ、いろんな一つ一つの所作に理由があるということですね。はい、田藤さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんも美味しいコーヒーを飲んでいただけたらなと思います。で今回はこちら撮影を田藤さんのディライトファームさんで、させていただきまして、うるま市の、中峰、というところにあります、はい、まあ、概要欄の方に、ホームページそして田藤さんのインスタグラム貼っておりますので、ぜひ皆さん、気軽に遊びに、来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ田藤さん最後に今日の総括というかお願いしてもいいですか。あ、そうですね、やっぱりですね、コーヒー飲む時のあなたがくつろいで幸せな時間を過ごしてるっていうのをこう、はい、思うと世界平和につながる気がするので、はい、皆さんの平、うん、心の平安と、はい、世界の平和を、うん、うるま市から祈っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今回も最後までありがとうございました。はい、まあ、これからちょっとねコーヒーのその入れ方、とか、まあ、コーヒーの飲み方もうちょっと具体的なところもですねいろいろと聞いていきたいなというふうに思います。で田藤さんのコーヒーの栽培の様子の方は、概要欄の方にありますので、ぜひ見てください。コーヒー栽培したいよとかね、思ってる方非常に参考になるところ多いと思います。それでは今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。とても濃い色のやつを、はい、収穫していくんですけど、はい、もともと緑色で着色するっていうことですね。着色というか色が抜けてくるのかな。あ、この柄の部分から取れるのかな。そうです、いいですね、そういう回す感じでちょっと、はい、こういう風に回転をさせて、はい、あ